黄巾の乱に義憤を感じて立ち上がった劉備玄徳の義勇軍は初戦から華々しい勝利を収める。だが玄徳のかつての恩師である高宗の魯色将軍は清廉潔白さから宣教視察の勅使に賄賂を贈ることを拒否し、無実の罪で都へ送られた。十条寺たちの悪政が世の乱れの源であったのだ。激しい戦闘の音に玄徳たちが駆けつけ見たものは黄巾党正規軍に追撃されている官軍だった。魯色将軍でなきゃ守り通せないことが分かったか、このヘナチョコ官軍どもめ。どうします、兄ちゃん。我ら義勇軍は朝廷を重んじ民の平和を願って決起したのだ。官軍に気に食わない者がいるからといってこのまま見過ごすことはできない。記念しよう。封鎖して突っ込め。なんだあれは。官軍の遠兵です。大軍です。俺様は今日は機嫌が悪いんだ。暴れさせてもらうぜ。将軍、救援部隊の武将たちをお連れしました。我が軍の危機をよくぞ救ってくださった。さぞかし名のある部隊に所属しておられると思うが。我々はどの部隊にも所属しておりません。世の中を粛清戦として立った義勇軍です。何？それじゃ官職もない民間軍か。はい、私は劉備玄徳。ああもうよい。こんなことならわしが直に会うこともなかった。まあ我が軍の尻尾についてきて手柄を立てるんだな。飯ぐらいは食わせてやる。バカモン、満足に調べもせんで官軍の将軍がオンボル軍隊に口が利けるか。申し訳ありません。もう我慢できん。何をする。やめろ。止めるな兄貴。なんで義勇軍がオンボロ軍隊なんだ。官職がなければ人間じゃねえのか。来い、張飛。黄巾から助けてやったのに義勇軍なら礼も言えねえってのか。おお、相手になってやるとも。恩賞などどうでもいい。だがあの軽蔑した挨拶だけは許せねえんだ。我慢するんだ、張飛。来るんだ、張飛。兄じゃ。なんで義勇軍がいけねえんだ。あいつら官軍より俺たちの方がよっぽど国のことを考えているんだ。董卓め、叩き切ってやる。張飛、よく聞くんだ。もし董卓軍に傷でもつけようものなら官軍に全滅させられるだろう。それでは義勇軍を何のために作ったのかわからなくなる。官職を持たぬ悲しさは張飛ばかりではなかった。玄徳も関羽も身にしみて感じていた。我ら義勇軍もあの渡り鳥のようなもの。昨日はあちら、
今日はこちらか。なんだ、官軍らしいが。主神将軍よりの伝言です。ぜひ我が軍人へお越しいただきたいとのことで。へえ、追い返しておいて今度はお迎えかい。参りましょう。玄徳殿、よく来られた。さぞお疲れでござろう。聞きましたぞ、豪傑。黄金属正規軍を一人でやっつけたとか、いい、憎い、憎い。お供の兵士たちにはたっぷり酒とご馳走を振る舞っておいたが、豪傑方もどうぞこちらへ。一体どうしたんだ？さあさあ、遠慮なく存分にやってくだされ。豪勢な料理だな。兄貴、どういう風の吹き回しだ？さあな、食ってくれと言うんだから遠慮することもなかろう。邪魔、ごちになるか。うんめえ。はしたない。遠慮するなって言ったろ。あうめ。玄徳殿、話は聞いているが、露食将軍には気の毒なこと。はい、露食将軍は私にとっては恩師です。これからどうなるかと思うと心配でなりません。露食将軍は立派な将軍だ。怠慢などあろうはずがない。悪いのは帝の寵愛をいいことに陰で賄賂政治をしている十条寺どもだ。都へ凱旋したら帝に申し上げ、露食将軍を釈放してもらえるよう取り計らおう。将軍、それは本当ですか？うん、約束する。義勇軍の奮戦ぶりには敬服しておる次第じゃ。玄徳殿のお役に少しでも立つならわしも嬉しい。よろしくお取りなしください。うん、それと玄徳殿への恩賞として官職も与えられるよう申し上げるつもりでおる。